お疲れ様です。今日のウイスキーニュースは長野県にある小諸蒸留所のニュースからです。こちら結構こう軽井沢蒸留所とね混同されがちなんですが、運営会社がね軽井沢蒸留酒製造という名前なんですね。だからなんですけど別の蒸留所です。この小諸蒸留所といえば、カバランの、ね、味を作ってきた、マスターブレンダーのイアンチャンさんが、副社長と、ブレンダーを務めているということで、まあ、世界的に注目されているんですが、そんな、ね、小諸蒸留所からプレゼント企画ですね。なんかねワールドウイスキーフォーラムっていうのが、まあ、世界中の蒸留所のブレンダーとかそういう方がね、集まってサミットみたいな感じですね開催されるらしいんですが、それの、アジア初開催の地として小諸蒸留所が選ばれたということで、それを記念した、限定ボトルプレゼント企画なんですね。まあ、2本あって、1つは東京リミテッドエディション、華やかな国際都市東京の魅力にインスピレーションを得た1本、もう1つは台湾リミテッドエディション、イアンチャンさんが、故郷に思いを馳せる1本と、シェリーダルとワインダルで熟成した原酒を使っているということですね。この2本がなんとね10名様に当たるということで、まあ小諸蒸留所ってねまだ、蒸留し始めたばっかり、そんなにね時間が経ってない蒸留所なので、シングルモルトウイスキーってないんですよ。なので、これね2017年に、送られるそうです。だからまあ今当選しても結構先の話になるんですが、こんな感じのね企画は初めてなんじゃないかなと思います。初めて聞きましたね。これ簡単で、X ですね、 X をフォローして、そしてこのプレゼント企画の投稿をリポストするだけということで、まあ、Twitter をフォローして企画の投稿をリツイートするだけってことですね。まあ以前はね、締め切りが12月14日23時59分そして当選者には12月16日に X の DM にてお知らせするということで、もうすぐに分かりますね。まあ、一応注意としては応募は20歳以上、発送は国内のみとさせていただくということで、これはね、まあ、簡単なのでぜひね、概要欄に URL 載ってますので、そちらからねこの企画に参加してみてください。まあ、長野県にある蒸留所なんですけど、割と東京からアクセスしやすいらしくて、僕もね近々行こうかなとは思ってるんですけど、なんかね蒸留所見学はまあ普通にねできるということで、まあ、蒸留所すごいねいい蒸留所、外観しか見てないんですけど蒸留所なんですけど、ウイスキーアカデミーっていうのがあって、こうウイスキーの初心者の方でもウイスキーの知識を深められる、そういうねセミナー的なものがあります。これ初級中級上級っていうのはあるのかな、まあ、いくつか体験型のコースがあって、まあ、60分とかですね。それで他社のウイスキーとかも使ってこうウイスキーを勉強できるっていう、そういうね、のがあるんですよね。まあ、スコットランドだと割とそういうのやってたりするんですけど、日本ではねあんまりないんじゃないかなと思います。だからまあ結構新規の蒸留所だと、蒸留設備を見てねニューメイクを飲んで終わりとかね、まあ、レストランが併設されてたら、レストランでご飯食べてっていうのが多いんですが、こういうね体験型のウイスキーセミナーっていうのはなかなかねいいんじゃないかなと思うんですよね。楽しめると思います。カバラン蒸留所でもそういうのやってますからね、まあ、カバラン蒸留所はもちろん、カバランのウイスキーを使ってやってるんですけど、まだウイスキーないんでね、なのでこっちの方行く方とか、お近くの方、まあ、アクセスしやすい方はねぜひ、足を運んでみてください。そしてもちろんお近くじゃない方もねここめがけてね気になる方は行ってみてください。まずはねホームページとか、X ありますので、どんな感じなのかなっていうのを見てみるのもいいかもしれません。はい、続いてはねグレンファクラスのニューリリースです。まあ、日本限定版の発売なんですが、定期的にこう日本限定版ってねグレンファクラス出てますね。シングルカスクです。結構ね長期熟成ものですね。2本発売するんですけど、1つが、1999年蒸留の、22年、そしてもう1本は2000年蒸留の22年ということで、まあ、1日違いなんですね。99年のね12月31日蒸留のものと2000年の1月1日蒸留のものですから、なかなかね面白いですよね。両方ともファーストフィルのシェリーバットって書いてあるんですが、結構ね色合いも違いますし、テイスティングコメントもかなり違うんですよね。なのでこのテイスティングコメントを見て、選ぶっていうのがいいのかなと思います。どっちかというと2000年蒸留の方が、濃厚な
シェリーダル原酒の味わいっていう感じが出てますね、テイスティングノートを見るとね。99年蒸留の方はテイスティングノートを見ただけではね、ちょっとこうリフィルなのかなっていう感じですけどね。ただ価格の方は相当高いです。はい、まあ今だともうこれぐらいなのかなっていう感じなんですが、両方ともですね税込み5万8300円ということでね、まあファミリーカスクなんでもちろん、シングルカスクでカスクストレングスになっています。99年の方が587本限定、2000年の方が505本限定ということで、アルコール度数はね両方とも 56% なんですけど、56.9% と 56.5% ということでね、別に揃えられてるわけじゃなくて微妙には違うんですね、ちゃんとね。こちらね発売日の方がねちょっと分かんなかったんですが、12月20日より順次出荷ということで、もうね、実は売ってるお店があります。まあ予約みたいな感じなんですけど、そちらの方の URL は、動画概要欄の方に記載しておきますので、気になる方とかね生まれ年の、グレンファークラスだからぜひ買いたいっていう方はそちらからぜひ見てみてください。結構ラベルのデザインもね、通常のグレンファークラスと違ってインパクトのあるものになっているので、ちょっと特別感はありますね。しかもこう日付がはっきり分かってるってことは、もう12月31日生まれと1月1日生まれの人はね、まあなかなかいないとは思いますけど、もうドンピシャで欲しいっていう方もいるかもしれません。ぜひねチェックしてみてください。はい、続いてはね値上げでざわざわしているサントリーの、ウイスキーのニュースなんですが、今年サントリーがウイスキー作り100周年ということで、まあいろんな企画、まあ缶ハイボールだったり海外ではいろんなボトルが発売したりとかしてきたんですけど、その中でもね響き、この間ね海外で響きのジャパニーズハーモニーの特別デザインのものと、あとは水ナダル原酒をねより多くブレンドした響き21年が発売したということで、このチャンネルでもニュースにしたんですけど、なんとね日本でも100周年ボトルが発売しました。はい、これからしますって言ってなくてね、しました。いや本当にね知らなかったんですよこれ。知ったのがお客さんからでね、もう全然発売の1週間前ぐらいだったんですね。なので情報も全然なかったんで動画にもしなかったんですけど、今回ねプレスリリースがまずなかったんですね。いやーどうしてかなと思ったら料飲店限定だからということで、まあ多分なんですけど、こちらねまあただただボトルのデザインが違うっていうだけじゃなくて、結構ねいい内容になってるんですよね。名前はね響きサントリーウイスキー100周年記念というふうになってて、ボトルにはねアニバーサリーブレンドというふうに書かれています。酒齢17年以上の個性豊かな原酒を厳選しているということで、最低でも17年ですからね。酒齢30年を超える山崎水ならだる、モルト原酒と円熟のチタグレン原酒を加えて丁寧にブレンドしたと。響きならではの華やかな香味にしっかりとした熟成感や複雑さをプラス、100周年にふさわしい香りと味わいが感じられる特別なブレンドとなっているということで、いやーこれね本当にね知るの遅すぎて、なんと今回は入手できませんでした。はい、いや最近のサントリーのウイスキーで入手できなかったのって初めてなんじゃないかっていうぐらい入手できませんでしたね。もうね僕が酒屋さんに連絡した時にはもう時すでに遅しで、っていうかここのね異世界だと1本しか入ってこないっていうことで、まあそこの酒屋さんには1本しか入ってこないということで、先にね予約されてた方に取られてしまいました。はい、まあ、むしろ酒屋さん自体も知らなかったみたいなんで、その方がどこかで情報をキャッチして、まあ、こういうの出るんですけどっていうことで予約してたみたいなんですよね。いや僕のねアンテナには全く引っかからなかったですね。今回多分ね結構バーテンダー協会とかそういう方々が情報早かったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、僕はねサントリーさんとは一人もつながってる人がいないので全く知らなかったんですよね。まあ、今回ばかりはねもうちょっとしょうがないと思いました。まあ、今回ね内容先ほど言った通り結構幅広いレンジの原酒を使用しているということで、チーフブレンダーの福吉真嗣さん曰く、響きを長くご愛飲していただける方からすると17年に似ていると思われるかもしれませんし、30年に近いねと言われる方も、いるかもしれないということで、まあ、王道のこの響きの味、まあ、ザ・響きをね、ここに詰め込んだんだなっていうのがね、コメントから分かりました。長い熟成から来る落ち着いた華やかさがあるというふうに書かれていますね。
ただね、価格が結構高いんですよね。確かね、税抜きで5万円なのかな、税込みで5万円なのかちょっとわからないんですが、まあ大体5万円ぐらい。そして両院店限定ということなので、まあ皆さんもね、どこかバーとかで出会うこともあるかもしれないんですが、だいたい1杯5000円、ハーフで飲んでも2500円とか3000円ぐらいはするんじゃないかなと思いますので、まあポンとね、記念ボトルだからっていうことでカウンターの上に置いてあっても、とりあえずね、頭の中で、それをね考慮した上で注文するといいかもしれません。気軽に、新しいボトルだからっていうことで頼むとね、お会計が結構高いみたいなことに、ね、なるかもしれません。いや、うちでもね、ちょっとね、いろんなウイスキー好きの方に提供したかったんですが、今回は僕も、他の店に行ってね、とりあえず一杯飲んで皆さんに感想が言えるとね、いいなと思います。まあ、最近は休売してた白州12年も、まあ、一応細々ですけど復活したりとか、いろいろ復活っていう話もありますのでね。なので響き17年がね復活してくれればなと思うんですけどね。気軽に響き17年出してた店もね、在庫がなくなって出せなくなってるところも多いんじゃないかなと思います。うちもね、あとわずかって感じですね。そして来年の4月までは、バーとかでの価格もとりあえず据え置きというか、現在の価格からの値段だと思いますので、まだ飲んでないという方はね、とりあえず一通り飲んでみると、こうウイスキー好きの方たちとね会話するんでも役立ったりすると思いますので、ぜひね、飲んでない響き、山崎白州をねどこかで楽しんでみてください。それではまた。